これらのことも踏まえながら私は脊柱近辺の組織は柔らかく骨科が正常に働くことを目標にします垂直の壁に背中をつけるように立ってみてください後頭部背中尻かかとが壁にそれぞれつきますか顎を引いてその姿勢を崩さずに歩いてみましょうきっと歩く姿が いるはずですいつも無理なくその姿勢に近づくことが大切ですそのためには高橋道夫の招待術もいいでしょうヨガや西式健康法の金魚運動でも姿勢は強制されると思います強制という狙いでは健康人ならば布団は柔らかすぎない俗に言うせんべい布団の方が適しています打力療法として 治療院などで視圧を受ける一般的なストレッチングも良いでしょうしかしできれば頸椎や頭部マッサージなどはやはり自助努力が望まれますもう一つ大事なこと1880年に発見されたピエゾ電気発見したのはキュリー夫人で有名な夫のピエール・キュリーとその兄のジャック・キュリーの兄弟 電気石として知られるトルマリンの結晶に圧力を加えると電気が帯電することを見つけたのです。ピエゾとはギリシャ語で圧力を加えるという意味です。圧力の放電で着火するといえばガスコンロや電子ライターこれらも同じ原理を利用しています。それで何が健康と関係しているのかといいますと。 人体の骨の硬質もピエゾ電気特性を持つ結晶構造だということです。ですから圧力をかけることでピエゾ電気が発生する。そうすることで骨の形成がスムーズに行われるのです。もしも圧力がなかったら宇宙飛行士が無重力状態で宇宙に滞在すると骨が進展せずに萎縮してしまうことは証明済みですね。近頃 カイロプラクティックのアメリカの大御所が開発に協力したというバイタルリアクト法という骨格矯正術があります。その原理もピエゾ電気を応用したものといいます。その方法で五十肩が治ったという人を私は何人か知っています。脊柱近辺の組織を柔らかく、それと骨への刺激を加えるのに私は 滑石石といいう健康石を使っています名付けて勝石健康法この滑石医療用マッサージ具実用新案特許登録第97万6378号は台湾産の翡翠翡翠と炊飯して取れる東ヒシ玉東霊力と言われるもので翡翠には腰痛を治すものという宝石言葉があるそうですこの滑石は 三味線のバチのような形をしていますが、角は曲面状になっていて、使うのは直線になった先端部分または角です。指では、入りにくい背骨と筋の間などのお圧に便利です。頸椎にゴロゴロとしたしこりのある方は、自分で活石を使い、しばらくお圧を加えていると、組織が柔らかくなり、気分も爽快になることを受け合いです。なお 痛みがあるときはその場所はかついし健康法を行わないあくまでも「貝」の刺激が基本です少し痛いが気持ちいいという感覚が大事ですこれまで運動や体の動作について述べてきました皆さんが実行する上で重ねて申し上げておきたいことは継続するということです体に不具合がある時だけ行うのでは 本当のの意味でで健康をつかむことはできません。長く続けるその必要条件は充実感や結果期待感です実行していて心地よい行った後も爽やかである長く続けると熱望していた体になれるそのようなことを感じ取り心に刻むことができればあとは締めたものです